Who dares to enter the mayhem? あーもうなんか予想の範疇だった。おおマイク参戦。アクセル・ロー、ホチョンジョ、エンバー・マジカポンズ、チョッキン vs、 さあポチョアクセル。まあね、ポチョアクセル別に井戸でも海でも関係なくきちいからな。開幕からターンを取ってくるのは FAB ポチョモキン。はい、ヒット確認しないでポチョモキンマスターからの、さあまだ画面足、連射当たって足払いまで S ハイ、ハイ D だ、ハイ D、 レースアクセルボンバーで、シャガハイ、ライエー読みとか、前パン、え、今立ち合いでよかったんじゃない。まだここからでもわからない。アクセルは体力が1残ってればなんとかなるが、ここでコパン、これ下段なんですよ。え、あ、冗談なの、あれ冗談だったの、マジで俺下段だと思ってた。あれ下段、あれガーフじゃないのか、あれ下段だな。出た儀式がシャガハイヒート、いやこれダウン上手いでしょ。あれなんかヒット数でなんかいろいろダウン取れるみたいなだったはずと言いながら、儀式を見せて勝っていくのは FAB ポチョモキン。保身にたければ負けはすか。Here comes the Daredevil。だから押し屋さんの後ろの2人が盛り上がってないからね、全く。完全につまらない発言入りましたけど。いやいや、ちゃんと儀式を完走しての俺久しぶりに見ましたから。あまりやる機会がないから。さあ出てくるのはもちろんイノ。横蹴み、あゆち。できれば画面端には行きたくないところだが、確かに。さあここで、ああ出ない。馬体、馬体か、なるほど。馬体じゃないよ全然大。かわいい小足が出ちゃいましたね。さあそんなこんなで立ち回り戻って、この音符を犠牲に してデコピンをさせようとしてタイミングをずらしてのケミカルとかがね本当に厄介なんでね。さあ捕まえていく、デコピンは 2K で暴れて、ターンがまだ工場向きのターン、ハンマー通して S ハイから ICBM、 体力残ってコパンでた、ハンブレからキキャン、それ新しいアンブレイキキャンから状況確認してポジマスまで。一方選手 FAB ポジマキン中段ガード、中段通していく、早めにマスト PP でハンマー潰していく、ボールキャンミス、下段通して、じゃあはい簡単ダストはガード、ここで位置が入れ替わって中央に戻っていく、横蹴み縦蹴み、バックステが立ち合いで投げれない、大木が食らっているが立ち回り戻る、じゃあハイカウント、下段取って投げていく、これはさすがに無理、狂言狂言低打狂言、遠藤さんが応援している、一本取った瞬間に応援している。さあここでハンスラヘッドをして暴れている、立ち回り戻る、空中引っ掛けてジャンディ、ここはバーストを読んでしまって、ここでバースト、さあ位置が入れ替わるが追いかけていかせない、中を戻してハイスラ大木にポチョバスを合わせていく、
さあ、金バースト、苦しい状況。音符を食らってしまって、立ち回りが続く。ポールキャンから下段。さあ、だいぶ削られていく状況。フォルトを使わないと、立ち回りで状況が。さあ、どんどん虫の息。これはさすがに苦しい。オーバーから投げていく。勝ってるな、オスカイノ。あなた、一応人間よね。いつから電動。あれ、やばいね。なんか、きついトップ3ランク入るらしいけど。どうなんだろうね。まあ、みんな平等にきついんじゃない。やっぱ井戸の方がなんか置き詰め時の切り返しが強いから厄介かもしんないね。そう、縦蹴り暗い逃げとかできちゃったりするし。さあ、こっからはエンターテイナーの始まりですね。もうさあ、本人は動いて2年した瞬間だけ振り投げしている。はい、僕ガードして、あと横バックスで避けてバーストを振り投げして、ここは処理を警戒。アルファキャンハイめぐり、その場で一生動いていない。何か意味はあるのか。投げれず、ガードしている。ガーシャガハイが取っている。エイエスキャン返し、いったー。その場でトゥーレしてジャンハイ引っかかる。一歩選手はオースカイロン。今度は普通にトゥーレしてきて、空対対空取ってワンコン。その場から動かない。横蹴り食らってバックス、なんかここまで動いてジャンハイ引っかかって空投げ、ダッシュ歩き投げ。なんかケーキはキリが見えたよ。しかし無情にも縦蹴りを起こしている。ドリキャンから降りてきて投げ、池泳ぎ力投げ返される。下段しかガード、ベータ向上が少ない。大木簡単ベータ、バースト打って飛脚から出し投げ、見えない。これで1-1。下範囲マイピータイクしっかりしている。バース読んでここでワンコン入るが、バーストトゥーレイからしっかり拾っている。 SSS ハイ。さあ、2チンどうする。ポルトから投げているのはサミットじゃねえよ。シャチップからの、なんだこれ、めくりから見えない。あれで置き攻め結構強そうだね。確かに。あ、なんかでもコンボで組み込むのしか俺見たことないから。ああ、つながっちゃうみたいな。あ、クラウト消えちゃう。普段クラウト消えちゃうらしいけど、まあそもそもなんか安定した瞬間にクナイを見た瞬間になんか暴れる気は起きないんだよね。さあ逃げ出して、ターン踊っての了解だが足払い割れ、しっかりブリッツから潰しているが、投げない。足払いで当たってブリッツ、ブリッツピンパーじゃねえよ。電化が早すぎです。アルファアルファで当たってめくり、あ SS ハイピンパー。
なぜか知らないけど一本取ってんのはリオン回なれてラストは届かず、サージ食らっていく。気づけばもう体力が少ないが、エッセサイズ今さあこれでドット、やはりシャンピッチングして足払い、あよちブリッジ読んで表ラストガード足払い投げていく、結局攻撃判定何も出してないっていう、ガンマ出さないキキャン、そのバトゥーレイシャーが入るくらいだった。むしろガンマ出さないで帰還できたんだね。早いタイミングだったら出ないんだ。攻撃判定は何も出さずに死んできたというさあこれで対象対象出てくるのはカレンチュラ・ラムレザル対して了解、サガハイ置いてある。ここでエース、なんだっけ、シャガエスか、分かりづらい、言いづらい、確かに届かず、マイパータイプ、かわいい、一体が台風ずらしからの、受けたカード、受けたカード、ジャンピーを食らってしまい。先にリーチをかけるはカリンチュラムレザル、さあ立ち回り、サガハイ今までいいダメージ入る、ケーダが通りエース、これはダウンは取れないか、ダウン取れる、コマ投げ、ここで落としてしまうが、バン相打ち、バイクずらしたまらず回すとしてラストガード、差が入ったが確認できない、投げてトランシー画面足までライドだったが、しかしまだ残る、ここミスしたが S 戦当たって勝ってのカリンチュラムレザル、ラムちゃん善意も悪意も意味なんてないよ、いずれあなたたちその全てを